坂出に着きます。お客様、上瀬 M のデザインサインをお支度をお願いいたします。あと5分ほどで坂出でございます。乗り口は右側です。2番乗り場到着いたします。坂出を出ますと終点高松に停まります。乗り換え列車ご案内いたします。普通列車多度津行きで宇多津丸亀多度津方面、また土山線の普通列車琴平行きで宇多津寺琴平方面のお客様、琴平行きの普通列車に連絡いたします。普通列車多度津行き向かい側の3番乗り場から7時15分でございます。普通列車で善通寺琴平方面のお客様、終点の多度津でお乗り換えください。普通列車琴平行きに連絡いたします。多度津行きの普通列車向かい側の3番乗り場から7時15分に連絡いたします。普通列車訓言寺行きで多久間高瀬訓言寺方面のお客様、普通列車訓言寺行き到着いたします。2番乗り場から7時26分に発車いたします。普通列車で多久間高瀬訓言寺方面のお客様、到着いたします。2番乗り場でお待ち合わせください。7時26分です。土山線の特急列車で阿波池田高知方面は、特急四万十三号高知行き向かい側の3番乗り場から7時37分でございます。特急列車で阿波池田高知方面のお客様、向かい側の3番乗り場へお乗り換えください。7時37分に連絡いたします。特急列車で新居浜今治松山方面は、特急石槌1号松山行き向かい側の3番乗り場から7時51分に発車いたします。特急列車で新居浜今治松山方面のお客様、3番乗り場でお待ち合わせください。7時51分です。この先鴨川北部橋岡木梨方面は、八蕎麦鴨川佐抜府中北部の順で各駅に停まります。普通列車高松行きホーム変わりまして1番乗り場から7時13分に発車いたします。鴨川北部橋岡木梨方面のお客様、ホーム変わりまして1番乗り場へお乗り換えください。7時13分に連絡いたします。坂出には7時9分に到着いたします。よいのお客様、お忘れ物なさいませんようお支度をお願いいたします。Thank you.
口は右側です。2番乗り場に到着いたします。乗りの際は前のお客様に続いてお降りくださいますようご協力をお願いいたします。境橋を出ますと終点高松に停まります。まもなく右側のドアが開きます。ドアから離れてお待ちください。境橋でございます。